スマパで対面してるはずなんで、この二人は。そう、決勝で。これ、なかなか、スマパ2にはエモーショナルなね、対面だったりするんですけど。オクラウド VS オネスですね。見ていきましょう。勝者が決勝ですよ。勝者側決勝、次戦ですね。激推しクラウド VS デフィカットネス。はい、でこれは珍しく、今日には珍しく終点が出てきましたけど、はい、これは、うん、あっそう、ちゃんとうまかったですね。そこにふわりと浮くのをもう完璧に分かってましたね。なんかこの2人は終点選びます ね、 そうなんですね。やりやすいのか分かりませんけど、ミットは早めに使って、オーギーは最後まで時間差で出し切ってもう一度。空上で暴れて、空上で落として、ギリギリ届くでしょう。は届く。空下で暴れて、空号。危ない。おお、変更しっかりしてましたね。素晴らしいですね。とはいえこれは、てしまって。バーストしまってね、お、あの今リミット競技で多分あのルートに置いて撃墜狙ったんですけど、帯が当たりましたね。ああ、移動回避に対して空下。早すぎ。すかし投げ。あ、おっとこれは。おお、上側に空中でピケファイヤーに当たるとピケファイヤーがドカドカドカと下側に落ちていくんですけど、はい、それを上方向に抜けてジャンプで抜けて復帰してきましたね。装備はなしで。もう怖いぞ、もう殺意。絶対にストックを取るという意思を感じますね。殺意、殺意。上位でしっかり取っていって、もう一段止めに対して反応しました。しっかりと反応しましたね。早いですね。危ない。斜め下だったらやばかったですね。これは後ろ投げでファーストはしないが、フラッシュでルートで消した。何かヨーヨーに一生当たってましたか。あっと横下が刺さって、さすがにね、反対側だもんだって。ただこれはどこまで持ってくるんじゃないのか。もう無理ですね。しっかりと咎めていく、うん、上から帰るわけにもいかないし、下から帰るしかないんですけど、リミット溜まってちゃ無理ですわ。降りてくるのがなんか見えてましたね、ねえ、殺意、殺意いいですよ。反対の崖からね、横スマ打ったら致命エフェクト出るってどういうことですかこれ。2人ともこれ殺意が高かったですね、うん、PK サンダーもあわや当たるというところで、はい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 、そうですね、試合展開が早い、もうリターンみたいな、リターンの体現者ですか。2戦目、2戦目はペスタになりましたね、うん、でということは、ヨッシー選手がネスに対しては戦場を選んでいきたい、戦場じゃない、終点を選んでいきたいって感じですかね。なるほど。ガクト選手は対して、まあ、ポケスターかその他のステージを選んでいきたいみたいな。そう、強陣2段目で止めてジャックを出してきました。ピケファイ引っかかって9枚でしっかり差し返して、サインマグネットで暴れてきましたね、うん、9枚しっかり引っ掛けて、手数が多いのはガクト選手のように見えますが、うん、パーセンテージもやや有利ですね。そうですね、あ、今なんかスカシガリを狙って相手ちゃんとジャンプしたんですけど、ちょうどリミットなくなりましたね。リミットチャージが一瞬見えちゃって、これは吉井選手としては困ったもんだって感じですけど、復帰が抜群にうまいですね。やっぱり、ね、本当にうまいですね、うん、一気で駆られることはほぼないというところ、うん、振る舞いで差し返して、やっぱり基本的にはね、リーチで刺っているのはクラウドですか。手前にいたのを下スマで拾って後ろでバーストしていく、ジャンプが刺さってバースト、 お互い五分ですね。おっと、分かっている。おお、ディレイをかけて移動回避を見下した、崖外に出して、PK ファイヤー引っかかって、うん、前、空上落としからの、上強空上で展開離さず、おっと、これはまだですね、まだバーストはしないですね、空前で暴れてから、上、体育、なかなか降りられないところが続いてますね。うん、
移動回避で着地したんですけど、その後もしっかりケアしているのがガクトで、着地が苦しかった吉井選手ですが、もっとこれは逆の状況になる。リミットもいい感じですよ。これは場外に出されたらたまるし、これはガクトとしてはこの1回の触りで激痛できるといいんですけど、しましたね。ここでしっかりとしてきましたね、うん、ここで補正もなくなってリミットがなくなったのはちょっと痛いというところですね。クロード側としてはかなり苦しい。さらにこの序盤こそ一番注意しなくちゃいけなくて、ネスっていうのは序盤は横に運んでいく力が強いんですけど、はい、そうするとクラウドの弱い吹きがもろに出てきちゃうんで、そうこここそ一番警戒しなきゃいけないところですね。まずは1ストック取りたいのは山々なんですけども、あの明確な隙は作らないように立ち回っていかなくてはいけないというのが吉井選手。運ばれたらあっとクイードでバーストしていく、機動力の差を生かした引き空母ですね。競技の当たりどころが悪かったんで、一段で止めたところを弱で割り込みましたね。らしいまずかまずか何かお今の多分あの対地メテオになって真上に吹っ飛んだら何かあったんでしょうね。あ糸回避しちゃったよ。危ない、危ない。でもジャンプもないよ。あっ当たってしまっていく。出した位置が良かったかな、 PK サンダーを。うまい具合に、ちょっと右下のあたりでしたね、うん、そう一応空母を当てれば多分、ああでもどうだろう、ギリネス復帰できるかな。空母を当てればめちゃくちゃ展開はいいんですけど、撃墜するかしないかって言われるとちょっと怪しいところだったんで、吉井選手としてもそう崖を捕まる位置で空母を出す必要があったんですけど、はい、そうしたら今度は届かないっていう絶妙でしたね。絶妙でしたね、うん、最後のところは。さあ1戦ずつ取って、これが最後ですね、うん、3試合目。最初は競技で挨拶と、はい、挨拶でね 23% 飛ばしてくるゲームね、いや早って感じですけど、いや早って感じですね。軽い挨拶を2個目と 44% コンですコンですコンです3連チャンで挨拶をしていく、うん、でも軽くは負けてないんですよね。そうですね、挨拶をたくさんしたが、やはりパーセンテージを、おっとジャンプがやめてる、めてただリミットがあるので、そうですね、復帰こそできるものの、この腹筋に対してリミットを使っちゃうっていうのはクラウド側としてはちょっと嫌なんで。なるほど、うん、あー、行き過ぎましたね、これは。移動回避で、崖に掴まれればよかったんですけど、はい、背中向いてたから感性もなかなか乗りづらい上に仕掛けも捕まってくんないって感じでしたね。なるほど、うん、下強で固めて投げで、ふわっと浮きましたね。ねえ、ネスみたいな吹き、何が見えてるんだこの男。まあ、ガクト選手はね、結構あの技先置きしてくるタイプの人間なんで、その動きに対して先置きをさらにしたって感じですかね。読みを読んだ、うん、ダッシュに対して先置き横スマ。おっとダウン連でちょっと何かが見えたか今。痛い。しっかりと手を取っていく。うん、おお。で、うまいですね。差し返しの空。今なんか押し出して崖掴ませなくしようとしましたか？おっとこれはパーセンテージ怖いが、空母が当たったら。おお。しっかりと見ている。いつまで見てんだよ。怖いぞ。ラインが切り替わりませんね。うまい。影響全て見えてる。崖が硬すぎる。おっとこれで回避したか。おー PK サンダー当てた。あー無敵。移動回避からのそこに競技合わせていきましたね。強気にね、学徒選手も掴み振っていったんですけど、競技の無敵を使ってやり過ごしましたね。なんと逆にネス側としては、さっきの真逆で、うん、危なっ苦しいというところですね、うん、振り向き後ろの家、これで復帰でリミットを使わせれば、おお使わせました。しかもちょうど消費してる罪届かないか、うん、これ 44% 全然ありますけど、68回避を見て強切り入れてきて、乗りに乗ってるのはよしですね。ひぃ危ない、もう倒しちゃおうみたいなね。ちょガクトもちょっとひるんでますよ今。横スマの悪夢が、うん、ここでまたこの崖の展開怖いですね。あジャンプ上がりにした今日からストックを刈り取りに行ってますね。絶対やっと今日切りが引っかかってバーストしていく。ねえ溜まった瞬間に打ってやろうってずっと頭の中であったんでしょうね。上スマ上スマからの、うん、
強切りで、そう